格闘キャスト、ようこそ皆さん、僕の名前は直人です。ですこのチャンネルでは格闘技について話します。<Yes. S 1> 今日はえー、と特別です。<laughs> 何が特別なんですか特別ゲストが出るからです。ゲストは特別ですよ。<Yeah. Okay. S 1> えー、今日のゲストなんですけれども、ちょっとストーリーがあります。ちょっとストーリータイムいきましょう。<Okay. S 1> えーと僕は <laughs> あの子供の頃から。Yes. ドラゴンがすごい好きだハハハハハ竜が一番かっこいいなと思って火吐くし強いしねの宝全部持ってお金持ちだしでしょでんかちょっとマジカルな感じがするんですよまあマジカルだもんうん魔法的な存在であのだからゲームストローンズも大好きだったおいやいやいやでまあこれがなんでこの選手と 関係あるのか、また後で。<laughs> でもう一回、次のところに行きます。ライゼン、なん、なんのライゼンだったっけ。ああ、分かんない、ば名前は番号ついてるんだけど、それを忘れちゃって、うん、とりあえずメインは。あの、大木久保選手 vs 朝倉海選手でした、ね。あ、そのライゼンで。あの、ライブで見てたんですよ、二人で。<laughs> で。あのー。 まあ選手とか勝ったり負けたりして、うん、あのスピーチとかあるじゃないですか、うんうん、で、まあ、試合内容が良くてもそのスピーチがちょっとなんて言うんだろうああ、ちょっともったいないなっていう気分があったんです<う>なんか連続で、うん、あ,あせっかくよく勝ったのになんかあ,あ応援ありがとうございました、うん、あの次も頑張りますってみんなが言うことを同じこと言ってて<う>あ,あもったいないなせっかく頑張ってる選手なのにと思って、うん、この一人の選手が来ました。うん、で 飛び膝からフロントチョーク、ギロチンチョークで。飛び膝をもらって、あの違う、飛び膝をやって、ギロチンなんだ。だからすごいね少し,少しね、<Yeah. S 1> あの…魔法的マジックを使ったんじゃないかなっていう、フィニッシュの方法をやって、uh huh. で、プラス、その、ポストファイトスピーチ。試合後のスピーチ。 あの何を言ったかわかんないんだけど僕がすごいわあこの人面白いなと思ったのは覚えてる僕も、うんうん、印象をつかみました、ね、あやっとなんか面白い選手出てきたって感じで、あのー、僕たちのメインチャンネルで一度かあの何回かコラボしてるんですけれども後から この人、ドラゴンなんだ。<laughs> で、今のやった技は、シャイニングドラゴンチョークという、そうなんです、僕の好きなフィニッシュの仕方面白いポストファイトインタビュー、うんうん、しかもドラゴン、うんうん、<laughs> 皆さん、紹介したいと思います。えー、シンジ紹介して、アナウンサーボイスオン選手新竜誠選手。 皆さん部屋の中で大きな拍手でお迎えくださいパチ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 そうですいません何か紹介が長かったですね長くなってしまいますそのシャイニングドラゴンチョーク僕も経験したんですけど全然気持ちよくはなかったですねやかったいですよねちなみになんでシャイニングドラゴン って名付けたんですかえーっとシャイニングウィザードって技があるんですよプロレス技ででまあそこの、まあ、飛び膝するんですけどあのプロレスラーの武藤選手が使う技で、まあ、そっからの僕のチョークだったんでリングネームが真理なんで<ー>シャイニングドラゴンチョークということで名付けました、ね、すごいですよやっぱりそういう印象がつくとなんか次の試合とかも 楽しみになりますね。うんそうあのその試合後のインタビューも本当にあのやっぱり注目をまあ僕たちの注目を得たんですけれどもそれはプロレスリングから習ったものですか。試合後ですか。はい。僕何言いましたっけ。何言いました。なんかあのこれから僕俺の時代だっていう感じな流れ。 なんですけどやっぱりプロレスリングってやっぱり全部あのー、ーじゃないですかはいだからいろんなこと言ってもいうはずなんか意識が退場するまで、うん、終わってないんですよショーがそそそそううううよく格闘家って試合に勝ってああやっと終わった自分になれるってなってあのー そうなんか日常生活の自分に戻っちゃう気がするんです。まあショーが試合で終わるそうそうそうでも、あの新竜選手はもう最,後の最後まで自分のアピール、か試合って自分のアピールじゃん、俺が強いんだぜって、うん、で終わってもアピールだからすごいなんか印象に残ったんです、うんあ。ありがとうございます、うん、でもプロレスリングってよく見てるんですか、うん、あ前は見てましたね。 で本当に中学卒業してプロレスラーになりたかったぐらいなんで、うん、よく見てましたね、その時は今はその総格闘技とかで今やって、はい、見てないですけどあんまり格闘家になる前はプロレスラーになりたかったあそうですね、もう履歴書も送ったんでいやでも、これプロレスリングは、ね、いつでもいけるんじゃない あ格闘技あの、MMA のキャリアが終わってからプロレスリング。うんうん、アメリカではで、ね、よく見ますね僕。僕も30歳ぐらいになったら転校しようかなって思ってますね。あーまあ、30であの MMA を引退するって引退まあ引退30までにはやめると思ってるんで。いくつで引退するかわからないですけど、引退したらプロレスの方に行きたいなと思ってます、ね、僕あ僕、プロレスあんまり見ないんですけれども。 格闘家が出るとき、あ<れ>見ます、うん <laughs> ああ。知ってる人が出ると、ね。うん、なんかマイク・タイソンが<ー> WW に出ると、わあやったーって感じ。で、あのー、MMA からプロレスリングに転向した一人の選手を思い出すんです。それ、ロンド・ラウジー選手。あ<ー>あ<ー>。UFC 初女子チャンピオン。 <ダ>いやいやメガスターですよ WWE で、うん、まだやってるのやってるやってるやってるんだ、うん、おすごいですよね、うん、ロンダラー・ラジは聞きたいものがあるんですけどはいことあのライゼン大晦日かはい一番注目してる試合は何ですか一番注目してる試合やっぱ 堀口選手 VS 朝倉海選手あ一度コラボ動画で勝敗予測しましたけどあ,あれからやっぱり意見は変わってないですか、はいしましね、あー、まあま変わらないですね堀口選手、まあ、堀口選手は勝つと思いますねうん僕もそっちちょっと<ー>そっちの方寄ってますね僕もあ寄ってますかちょっと変わってきてます面白いよねまあ他の対戦カードも面白いカードも 組んでますよね、うん、あの、平本蓮選手のデビュー戦もかなり注目されてますデビュー戦であんなに注目されるのはかなり珍しくないですかいいです,、ね、あすごい珍しいと思いますね。まあ、あと、まあ、すごい、口もやっぱーヒールじゃないですか。ああ、のします一緒に練習したことはありますかいや、ないですね。あー かどう思いますかあの、1年ぐらい MMA を練習していて、それでタックルとか止められると思いますかうーん、なんだろうな、まあ、グラップラーには勝てないと思いますね、正直。あ<ー>まあでも、でもストライカーのテイクダウン能力だったら、まだ切れるんじゃないですかねはなんかあの。勝敗予測してますか、チャンネルで。 平本してますすねあ、そうなんだ、どっちでか平本選手でああそうなんだ慶応勝ちですかうんまあ慶応勝ちでしたねああやっぱまあお互いストライカーっていうのもあるんでなるほど萩原選手がそのテイクダウンに行くイメージがあんまり湧かないんですよねうんしかもあの会見でバチバチやり合ってたらお互いの性格上殴り合うような気がしてへえ ね、ムカつくやつがいると殴りたくなっちゃうよね <laughs> 殴りたくなっちゃうんです <laughs> う<ー>面白いよねなんか人間の DNA に入ってるのかなみたいです、ね、だって UFC のベストでもタックル取るの忘れてしまうじゃん、うん、コーナー・マッグ・レガルとエディ・アルフレズはい<か>、うん、明らかにタックルいった方がいいのに忘れてしまう、うんうんうん、DC とあのスティーペ・ミオチッチもうん 後からなんで行かなかったんだろうってインタビューで言ってましたねそうだねまあ大晦日いろいろ楽しみにしてるカードがあるんですけど僕は本当にあの新竜誠選手の試合が見たかったんです大晦日で僕もそうですよいや本当にそういう声たくさん、まあ、僕の方にも届いててまあ今はん、ね、だろうもう12月 8日なので、これからまたカード発表するのかなって、なんかライゼンだからギリギリまであああ発表はしなくて突然バーってなんか出すのがかなりあるから、まだちょっとあ,<ー>あのー、期待してるんですけど、あのー、はい、もしも出ることができれば戦いたい相手いますか戦いたい相手、うーん。まあでもなんか今のこの流れで、 やるならやっぱ澤本選手じゃないですかね。ほう,うーん。澤本選手同じ級あー、いいね、いいね。僕も澤本選手のスタイルかなり好きです。かなりトリッキーですよね。まあでも、ファイトスタイル的にはまあ似てるんじゃないですかね。同じレスリング出身っていうこともあって。うん、確かに、確かに。それは面白いマッチアップだね。あの、うん、ライズンのフェザー級。 わすごい面白いですよ、あのー、あーフライ級でしょあフライ級ごめんなさい最近面白くなって本当にいろいろ強い選手が集まってきて面白いですねうん、うん、あのー、澤本選手の、あのー、対戦相手、はい、北方選手、はいまあ、ストロー級のファイターなんですけれどもあのフライ級で戦いましたけど、うん、あの彼も本当に強かったです、うん、だから 僕の個人的な意見なんですけども、フライ級のトーナメントが見たいんです。<ー>来年、来年フライ級チャンピオンを決めるトーナメント、うん、それは面白いと思います。ねあのやりたいですね。うんうん、トーナメントがあるとしたら、出場し,し,しますよね。もちろんもちろん。<laughs> だってもち,あのもちろんそうですよね、ディープのチャンピオンとして出て、はい、またパンクラスのチャンピオン、誰ですか、パンクラスの,あのフライキーチャンピオンは誰ですか、千蔵選手、千蔵選手、知ってますか、いや、ワンチャンピオンティップに行ってますね。お<ー>おそ<ー>れ大丈夫なのワンチャンピオンに行って、できるでしょう、ライジンにも出ること。<laughs> ああ、どうなんですかね、結構縛り強いような。 ああ、ワンは強いんだ、そこが。まあ、とりあえず、なんか4人ぐらいは絶対集まることできるじゃん。4人でも行けますよね。いけると思う。で、僕、海外の選手とか来てほしいですかね。ああ、そうだね。来年だったらそれも可能かもしれない。本当、どうなるんだろうね、この。ダヴィッド。わかんないよね。わかんないよね。そうですね。 僕たちも予測動画作んないといけないからかなり今考えてるんだけど平、はい、本蓮選手のデビュー戦っていうからもう予測もできないですよねそうですねもうあとは希望とか希望になってしまいますよね、はい、<laughs> その格闘技歴史、うん、平本蓮選手ってすごい長いじゃないですか K1、はい、の,の大舞台でも戦ってるし、うん、あずっとキッズから。 すすごいい格闘技やってるじゃないですかうん、うん、それって結構有利な、まあ、経験けあ有利なところなんじゃないかな経験平本選手ああそうですよねかなりまあ K1 というと立ち技でトップの団体なのでそこの経験はやっぱり平,平本蓮選手にいくんですけれどもなんか MMA の経験っていうと 萩原選手のがずっと上じゃないですかそうですねまだやってないですもん全然うんだから経験のアドバンテージを持つファイターは萩原選手じゃん MMA だったらでも立ち技だったら何にも怖くないんじゃない平本蓮さんそういうことなのそういうことなのだから MMA で戦えば勝てるはずだからまあ例えば展開としてなんかい最初の15秒で バーンっていいジャブ当てたらもう平本で勝つと思うああそういうことうん、うん、きょ距離も見つけたら結構危ないと思いますね、うん、とというなんか妄想があります僕は、うん、が立ち技になるともう有利すぎるというか、うんうん、そうですね圧倒的有利ですよね、うん、平本選手もやっぱり混ぜないとですね混ぜないとシニオ選手は メインはグラップラーですよね。寝、ね、技の選手。そうですね。グラップリングの方が得意です、ね。で、立ち技のスタイルは、あのー、ボクシングですか、燃いたいですかうん、キックボクシングキックボクシングうん。それはもう、てっぺんジムで割と基本を教えてもらった感じです。あー、そうなんだえ。てっぺんジムで立ち技を練習して、 グラウンドとか寝技はまた別なジムで練習してるっていうことですかそうですね、うん、僕は今フリーなんで出稽古で回ってる感じですスケジュールは自分で組み立ててこの日は立ち技でやってこの日は MMA の練習やってこの日はここで練習するのは自分で全部決めてやってる、うん、感じですかです面白いですね、はい、したら自分の本当に自分のスタイルをなんか作ってしまう 美容になりますよねで普通なんかジムに一つのジムに通ってるとそのジムのスタイルをというようになりますよね、はい、ただいろんなところ行くとなんか本当にいろんなここが好きだなこのテクニックが好きだなって、うん、なんか好きなところをとって自分のユニークなスタイルが出来上がるんじゃないかなと思うんですけどもどうですかがフリーになってからもうもうすああでもフリーになってからかもやる相手ももうんだろう たくさんいるんでいろんなタイプの人と練習できるというのはやっぱでかいですよねやっぱ同じ相手でずっとやると慣れちゃうじゃないですかはいその相手をもう,もう完全に分かっちゃってこの人何来るみたいなでもでけい子だといろんな人でやれるんで本当に毎回勉強になるっすよねやっぱり MMA なのでそういうところがなんか取れますねそのフリーであることでいいところがある <laughs> うーんうん うん、フリーの選手、MMA でフリーの選手、かなり多いんですかあ多いと思いますね、はい。そのキックボクシングとかよりは、その MMA ファイターでフリーって方が多いです、ね、そうですね、キックでフリーはあんまりいないですね、あんまりいないんで、はい。かなり珍しいことです、ですフリーっていうと、うんうん。じゃあ、フリー、なんか、この選手ともしかしたら将来戦うなっていう。うん のと一緒に練習することはよくありますか。あ、あったりしますね。同じ階級だと。うん、その人が、まあ、強くなって、上がってきたら、あ、いずれやるのかなみたいな。ああ、そういう時どうするんですか。なんか全部、全部、なんか見せないっていう感じで練習しちゃいますか。それとも気にしないタイプですか。いや、気にしないでやっちゃいますね。一緒にやって、まあ、試合の時になったら、まあ、そこの。 やる選手とは練習しないで、まあ、他のジムで行ってみたいな <laughs>、まあ、あとは前、うんまあ、自分の練習しなくちゃいけないんでそういうのをにしてるとああ,あ<れ>なるほどね、うん、面白いですねなんかインスタグラムで見たんですけれどもあのーはい、てっぺんジムも柔術クラスをやってる感じじゃんです何か新竜選手がギーを着て、はい、てっぺんのクラっていう。<laughs> あのてっぺんジムも充実やってるんですか教えてるんですか、ねね、いや僕は教えてもらってます、ね、教えてもらってる方ですかあそうですね僕白帯なんでえー、<laughs> 嘘でしょほらほんとにいや僕充実、全然やってないんで少ししかえーそうなんだなんか先生なんか、指導しててっぺんジムであの、お仕事で指導してると思ってましたいや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  えっと、教えてくれる人は BB ビビメイ選手あーなあー知ってますはい名前は知ってますはいその人が今黒帯で教えてくれてますお<ー>練習してくれる人募集中なんでお<ー>ぜひ一緒にやりましょうあ <laughs> とは充実やれえー、僕 <laughs>、えー、練習には興味あるけどなんか充実だよ MMA じゃないよ知ってる知ってる<ー>充実、うん、やっぱり格闘技 ああ面白いので。面白いや。面白い。コンセプトがすごい。なんかひ違う格闘技っていろいろ違うコンセプトがあるので、そこをなんか取り入れて、うん、まあ自分の日常生活だったり、動画の編集だったり、音楽だったりに、適用するのがすごい面白いですね。やっぱいろんなことやるって楽しいですよね。Yes! それです。この間、<laughs> ボクシングも あのボクシングジムにも通い始めたってちょっとお話ししましたよねはいあれど,どんな感じでボクシングどれくらいやってますかあの始めた時からどれくらい経ってますかうん3ヶ月ぐらいですかあ、ね、あ<ー>ヶ月ぐらいはいどうですかボクシング楽しいですかいやで難しいですねやっぱり難しいですよねはいなんだ距離感もちょっと違うしやっぱボクサーってやっぱ もう上だけじゃないですか手だけでやるスポーツなんでやっぱなんかそこのテクニックがすごいうまいなと思いますしん、ね、も最近ボクシングジム行ってるでしょ <laughs> なんか全然なんかガチのボクシングジムじゃないけどうん、うん、テクニックを教えてもらってます、うん、でも面白いですねカルチャーが違いますやっぱり文化が文化が違います、うん、もう他に他の国に入ったっていう感じですね<あー笑>本当にそうですモイタイとボクシングと また MMA も多分違うと思うし、いろいろやってみたいなと思いますいでも新竜選手、すごいじゃないですか、ボクシングも練習して、キックボクシングジムにも行って、柔術、うん、もやって、うん、で MMA も、ね、練習して、本当、コンプリート格闘家ですね。<laughs> まあ、MMA なんで、やっぱ全部できないといけないんで。 うん、まあ最終的に、まあ、僕は UFC のチャンピオンとかになりたいんでやっぱそうなってくると全部できないとなっていう<ー> UFC チャンピオン<あ>いいですねそうではいいでですね<や>でもライゼンのベルトを取れれば UFC に転向できますじゃんそうですねでフライ級やってほしいですよねそう,うそ,うそういう意味での他の団体のベルトを持つと、あのー、ちょっとボーナスくれるんです UFC が。 あそううなんんでですすかか契約ボーナスをもんですだかららだよくあるパターンは団体のチャンピオンになってから UFC に転向するんです。はい、ゲイジーもそうだったしーコーナーもそうだと思うしマネル・ケープも、はい、あとライゼンのなんだっけミドル級でしたっけもう1人いましたね <Yes. S 1> チャンピオンになってすぐ UFC に転向して、うんうん、そのパターンがよくあるんで。 新竜選手も <laughs> あ<の> <laughs> UFC で見たいです。もちろんライ e ンで見たいです。でも、<れ>やっぱり最終的にやっぱり UFC ですよね。僕たち UFC が大好きなんで。ちょっとなんか日本の MMA 界で、ちょっと競争になってると思うんですよ。誰が初、日本人 UFC チャンピオンになれるかっていう。ありますよね。 今の u s c のチャンピオンも強いですよね、フライ級の。フライ級誰でしたっけピオトリアンだよ。ああ、ピオトリアンだあ、それの下ですね。あそれの下。金髪の人、今、もう少しで戦いますよ。今週タイトルマッチあると思う。トニー・ファーガス。あ、フェゲイレード。フェゲイレードやすやイエスイエスイエス。あその階級あんまり注目してないんですけれども。 <laughs> えっと今から見ますインスタ新しくしましたねあれどうなったんですかあそうですあの電話番号が前の電話番号で設定しててなんかログインできなくなっちゃったんですよ <laughs> <laughs> そのアカウントもまだ <laughs> まだあるんだけどまた別のアカウントを作んないといけないそうですねだもうその前のアカウントにも全くアクセスできないんでうわもう新しいの作るしかないなってことで もう今後もアクティ、はい、ムよろしくお願いします。うん、<laughs> 新竜誠選手インスタグラムを変えましたみさん皆さんぜひえっと新しい方に、えー、フォローしてください。<Yes. S 1> あと新竜誠選手 YouTube やってます。いや <Yeah. S 1> 面白いですよ。はい、勝敗予測もいいですし、<laughs> そのイベントの後の感想とか、うん、やっぱり。 チャンピオンですからチャンピオンの意見は大事ですよ。うん、格闘技勉強になりますし、<laughs> うん、本当に面白いと思います。しかも圧倒的なスピードでアップします。発表した、ね、<か> <laughs> 発表した10分後にも <laughs> アップされてます。<laughs> あれどうやど,どうやってそんな早くアップするんですか <laughs> 僕たちもなんか秘密をコツを教えてくれるいですかアップできないですけど、その記者会見あるじゃないですか。はい、もうあるってなったら もうそのカメラマンに連絡してその明日の会見ある時間にもうすぐ動画撮ろうって言って話して<ー>でまあその動画長くすると編集時間かかっちゃうじゃないですか、はい、だから分けて動画出すようにしてます <laughs> おお<ー>あのー、新竜誠チャンネルですよねイエス登録してください登録してください,い、えー、この動画を見てくれてどうもありがとうございます <Yes. S 2> えっと スポティファイにも載ってますのであの YouTube 見れない方はスポティファイからもう聞けます <yes. S 1>、えー、格闘キャスト僕の名前はナオトでしたですそして特別ゲストシニーでした <laughs>、yes! 皆さんぜひ SNS とかフォローしてください <laughs> 最後まで見てくれて聞いてくれてありがとうございましたバイバイ